俳優の久保田正孝、平原哲が24日、都内で行われた、ドラマイズム、滅相もない放送記念トークイベント&3から4話選考上映会に、参加した。久保田は、昨年8月に主演予定だった舞台、いつぞやは、を、頸椎剥離骨折のため降板し、その代役を平原が務めていた。久保田は、当時を振り返りながら、二人とも同じ時期に坊主にしたので、髪の長さもちょうど同じくらいと笑った。